to talk to you. Shh. What's the matter with you anyway? What's happened? こんにちは、花です。今日は久々のオリジナルのメイクアップチュートリアルを撮りたいということで、タイトルからも分かるように私のエブリデイメイクアップ、普段のメイクをやっていきたいと思います。昔はね、こう大学生の頃とか社会人なりたての頃とかは、もう毎日毎日同じメイクをするんだって言って、毎日違うメイクを使って違ったメイクをして、違ったアイテムを使ってやってたんですけれども、まあ、最近ね、皆さんもご存知だと思いますが、私のコスメ熱がこうグーンと下がりましてですね。はい。そうするとこうメイクをするのがとてもめんどくさいので、基本的に同じメイクをしています。はい。まあでも、こうね、気候によったりとか気分によったり使うアイテムはちょっと変わっているので、まあその点はこうチュートリアルで盛り込んでオプションとか説明してるので、そこら辺も今回は合わせてチェックいただければいいかなと思うんですけれども、基本的に手順、やり方、すべて同じです。この感じでメイクをやっております。はい。で、久々にこうチュートリアルを撮るので、照明だったり、カメラのアングルだったり、喋り方だったり、編集の仕方だったり、ちょっと結構忘れてしまってる部分が多くて、はい、ちょっと慣れない、こう、中撮っていて思い出しながらだったんですけれども、まあまあきっと、まあ、皆様がちゃんと見れるような一本には仕上がると思いますので、まあ、そこら辺もなんかちょっといつもと違うなと思いながら見ていただければと思います。それでは早速いってみましょう。はい、それではベースメイクから始めていきたいと思います。もうすでに日焼け止めが塗ってある状態から始めたいと思うんですけれども、ベースメイクが多分一番こう毎日いろいろ使うアイテムが変わるものになっていまして、何かというとやっぱりその日の肌の調子だったり、その日の予定、気温、湿度、天気とかいろいろ加味をしてこうね変えるので一番変わります。で、今日は、使うのがリンメルの CC クリームエアリーフィニッシュ2なんですけれども、まあ、今日はこれを使うんですけれども、それ以外によく使うものとしたら、ファンデーションで言えば、この資生堂のシンクロスキングロールミナイジングフルイドファンデーションっていうのも結構好きですし、あと割かしね、このルジェの CC&BB ジェルクリームモイストの、2番も使うことが結構あります。が、今日は、これを使っていきたいと思います。ファンデーションを塗る際にあたって、私がいつも気をつけてるのは、やっぱりこうナチュラルに塗りたいので、あまり塗りすぎないっていうことを一番気にしています。やっぱりお肌って、まあどなたもそうだと思うんですけれども、一番カバーしたいのってここだと思うんですよ。顔の中心。なので、私はまず、ちょっと鏡を用意して、手に適度に取ります。そしたら、一番カバーしたいここ三角ゾーンに指で三角を描いて、パパパパパッとこう叩き込みます。まずね、指で。で、ここはね全然汚くていいの。とりあえず、あ、ここカバーしたいなってところを目印としてつけといて、で、ある程度カバーしたいところがこう指で、あ、いいなと思ったらブラシ、ここでブラシを出します。私が使っているのが RMK のブラシなんですけれども、ここから外側にこう綺麗にならしていくと同時にナチュラルにこうフェードアウトをさせていきます。そうするとカバーしたいところはしっかりカバーして、いらないところというか、そのカバーがいらないところはナチュラルになるので、多分一番今っぽい仕上がりになるかなと思います。こんな感じ。ここら辺はね、もうほとんどついてない。ここら辺は自分の、素の肌です。で、私って、お鼻がすごい汚いので、黒ずみで。やっぱりここ一番カバーしたいんですけれども、ここにファンデーションドバッと乗せると、やっぱり崩れた時に汚いので、ここはもう余ったものを、こう、ちょっとお借りする感じ？なんでこう顔を斜めにしてるかわかんないんですけど、こんな感じで、伸ばして。窓でまたちょっと足すと思うんですけど、これで OK。反対側もこれぐらい少量、すごく少量を取って三角を描いて、こんな感じで、ちょっとブラシ邪魔でね、
指でトン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 となじませて、なんで私1本でやってんだろう、2本3本でやった方が早いですね。これでトン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 となじませて、うん、なじんだなと思ったらティッシュで拭いて手を、あとは外側にフェードアウトをさせていく。あとこう顎とかね、鼻下とか、あこそさっき言ったお鼻だったりとか、お鼻はこう指ですり込んであげるようにやるとより毛穴は綺麗に隠れますけどね。で、問題のおでこなんですけども、おでこは私そんなにやっぱりカバーいらないので、ファンデーションあるじゃん、あるじゃんと言って、これをちょっと取ってさらに指でいらないものを取って、本当にごく薄いものをおでこの中心、ここに一本線を引きます。一本線を引いたらここから横にスライドさせていく、ブラシを。これだけ。それで色ムラが多分なくなるかな。よし、いいじゃんいいじゃん。であとは最後にちゃんとフェイスラインとかをなじませて、そしたらファンデーションが終わります。はい。で、次はコンシーラーなんですけども、コンシーラーもまあ変わります。その日の肌の状態だったり、あとはファンデーションとの相性もあるので変えるんですけれども、今日は資生堂の、シアーアイゾーンコレクター103番を使っていきます。で、ここだけ。ここだけ。一番こう暗くなりやすいところだけに、コンシーラーを置いたら、これ多分リアルテクニックスのこうちっちゃいスポンジだと思うんですけど、トン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 、なじませるときもここを重点的に、で、あ、ここなじんだなと思ったらこれをちょっとサイドに持ってってあげて色ムラをなくしてあげる。こんだけ。こっち側もトン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 。はい、これでコンシーラーが終わりました。で、私はこの後一回ファンデーションを置くので、次は眉メイクに移りたいと思います。はい、それでは眉に行きたいと思います。まずはもちろん眉をブラシで整える。整えたならば、最近使ってるアイテムがマックの、ビッグブローペンシルのリンガリングというカラーなんですけれども、こちらね、これを使っていきます。で、なんかこうワックス状の太いペンみたいなのになっていて、これでとりあえず大まかな眉を描いていくんですよ。こんな感じ？適当。テーマは適当。で、これでももうナチュラルメイクの人が全然いい感じです。私はもともと眉があるので、しっかりと。そういう方だったらもう、これでもいいんじゃないですか？基本的には。ただ、私は割としっかり眉を描くのが好きなので、上からシュウエムラのブロースウォードのシールブラウン、アイペンシル、もうちょっとしかないんですけど、寂しい。これを使って、眉の形を整えていく。足りないところとか、あと、まあ、アウトラインだよね。を描いていく。あとは、ちょっと長さを足したりとか。こんな感じかな。やっぱり、こっちに比べてこっちの方がしっかりと眉が見えると思います。まあ、ここはもうさ、好みですよね。はい、しっかりしたい人は、しっかり描けばいいし、もうふんわり可愛く仕上げたい人は、ふんわりアイテム数を減らしたり、こう、何、カクカクしたのを減らせばいいしって感じなんですけども、私はいつもこんな感じで描いていて、あとは、もう最後もう一回、ブラシを使って、特に眉頭ね、を、しっかりと馴染ませたら、眉マスカラ。眉マスカラはヘイミッシュの、ライトブラウンを使っています。多分今の髪色に一番いいカラーかな。これで眉が完成しました。はい、それでは
アイシャドウっていうかアイメイクに移りたいと思います。もうすでにアイシャドウベースは塗ってある状態から始めるんですけれども、今日はウェット&ワイルドのアイシャドウプライマーをもう見ました。で、アイシャドウなんですけれども、私普段もうこの4種類しか使ってないです。それのどれかなんですけれども、基本的にはルナソルの3ディメンショナルアイズの1番ナチュラルベージュというこちらのパレットを基本的にはよく使います。これが一番応答、仕事の時とかちょっとお出かけする時は基本的にはこれで、出張の時はもうこれボビーブラウンのサルトリーヌードアイ&チークパレット限定で出てたものなんですけれども、もうチークも一緒で、出張旅行はこれです。も楽なのでブラウン系、まあ、ヌードとかブラウン系が一番ね。でちょっとマット系のものを使いたいなと思うときは相変わらずイブサンローランクチュールクルールパレット2番ですね。これもマット系のカラーを使うことが多くて、あとはそんなに予定ないけどでもちょっとメイクはしたいな、しなきゃいけないなっていうときは、ビセのヌーディーリッチアイズの BE3 番こちらのカラーのパレットを使うことが多いです。基本的にもうこれしか使わない、これ以外は使いません。はい、それぐらい最近メイクがめんどくさいの で、じゃあどれを使おうかなと思った時に、どうしようかと思ったんですけれども、基本的にテクニックは変わらないので同じ風に載せてるので、じゃあ多分一番皆さんが持ってるであろうビセを使っていきたいなと思います。で、ビセを使う前に、まずは、アイライナーを引いていくんですけれども、アイライナーは黒いペンシルです。私は今日フィジシャンズフォーミュラのを使うんですけれども、もちろん何でもいいです、これは。で、これで、何をするかというと、まず粘膜。先に粘膜を引くの。で、これ無言になるから、ちょっとすいませんね。粘膜と、あと、際を引いていきます、これで。で、ここは本当にさっきも何回もあるように汚くていいの。だって後でぼかすんだもん。ガッタガタでいいです。今日なんてもう片手にミラー持ってるんでガッタガタです。こんな感じで、もう適当に塗っちゃう。で、そうしたら、一番ベースとなるカラー。あ、これはこの上のちょっとクリーミーっぽい感じのハイライトカラーなんですけれども、これを指でのせます。このアイシャドウは指、他のハイライトカラーは全部ブラシを使います。なんでかというとこれちょっとフォーミュラが違うので、これブラシでやるとちょっとブラシダメになりそうなので、これをもう大胆に、もう本当に眉毛の下までふーっと乗せちゃう。次はどうしようかな。やりながら考えるんですけど、これか、この2番目に明るいカラーかな、多分のカラーをブラシに取ってさっきの上に乗せます。でもこれは眉下まで乗せちゃうとちょっとオーバーなので、アイホール全体かな、ちょうど目のくぼみらへん、ここまで乗せる。こんな感じ。でも手の甲でブラシをきれいにして、次、この下のカラー。このカラーをブラシにとって、手の甲でなじませたら、二重幅らへん、まあ目の半分、ここらへんまで乗せる。適当でいいんです。適当で、ベージュ系ってやっぱり馴染みがいいしブレンドしやすいし、そこまでこう濃淡がないカラーのグラデーションなので、多少グラデーション失敗しても綺麗に見えます。これで OK で、一番最後にちょっと綺麗にして、このブラシのここ先端で濃いカラーを取って、一番ちょっと馴染ませて、先ほどのラインをこれでさーっとぼかす。で、ちょっと今日はメイクしっかりしたいなって時はこのライン太めにすればしっかり目に見えるし、
いや今日はそこまでって時はこれを本当に押して乗っけてあげるぐらいにするとだいぶこううっすら見えるというかナチュラルに見えます。でもう一回綺麗にして、この2番目に濃いからかな、これを取って目の下にさーっとのせる。で一応仕上げにこの綺麗なブレンディングブラシでここら辺クリースら辺をしっかりとぼかして、よりこう境目がナチュラルになるようにすれば OK です。あとはマスカラ、まあ、片目後でやっておきますが、マスカラを塗ります。ビューラーをまずして、ビューラーは相変わらずスックのを使っておりますが、これで上げたならマスカラもいつも通りです私の動画ご覧になってる方だったら、わかると思いますが、インテグレートのマツイクガールラッシュを先に塗って、よマスカラもさ塗ってる時無言になるよね。でこの後に MAC のオート&ノーティーウォータープルーフラッシュを塗ります。もうねここら辺はこう適当マスカラはまあボリューム出したい時はここまでしっかり塗りますが、ナチュラルメイクの時とかはもうあのインテグレートだけの日とかもあります。あと下まつげ塗らない時とかね、やっぱりその日のお洋服とかあとメイクとかのバランスで変えてはいますが、ほらこんなに左右でお目目の大きさが違うでしょ。はい、これでアイメイクが完成したので、ちょっと片目もやってまた戻ってきたいと思います。はい、それではアイメイクやって帰ってきたので、フェイスに移りたいと思います。まずは、まあ、こうファンデーションの状態を見て、もしよれてるところがあれば、スポンジとかで直してあげたりするんですけれども、今日はそんなに大丈夫そうなので、このままいきたいと思います。なんかちょっといつもよりアイメイクが濃い気がするんですけど、多分なんだろう、こう動画で気合い入れちゃったのかな、ちょっと濃いめです今日は。はい、そんなことはさておき。で普段でしたらまずパウダーを使います。ローラメルシエのトランスルーセントパウダーを、パウダーチークを使う時であればこれを使うんですけれども、最近はクリームチークにハマってるので先にチークを塗っちゃいます。チークは、カジュアルカラーマックのハブアラブリーデイという、ものです。なんか汚いな。ちょっと元気でしょ。これはインスタグラムでも紹介しているカラーなんですけども、すごく可愛くて、はい、最近ヘビロテしてます。これをシューエムラの互角スポンジに取って、この、黒目の下に乗せて、最近私はこっから平行移動。もう真横チークにハマっております。日焼け肌さんはこれが一番いいと思う。私の中ではね。特にオレンジ系とかコーラル系のチークをこうやって入れてあげると日焼け肌さんはすごく可愛く見えます。個人的にそう思います。で、反対側も。で、上からパウダーするのでちょっと割と濃いめにのせてあげた方がいいかも。の方が多分割りかしこうチークを塗った感がパウダーしても残ると思うので、これ。OK。で、パウダーを塗ります。先ほども紹介したローラメルシエのパウダーで、見てここ、割れちゃったの。なので、逆側から出します。で、最近私はもうさ、ブロンザーをしなくなってしまったので、まあ黒いのでも、はい。ブロンザーは必要ないと思って、ブロンザーは今日は使えません。使うときは、使いますが、シェーディングとかね最近はあまり使わない。でこれをある程度なじませたら一番抑えたいのがおでことお鼻で、あとはふんわりなじませてあげれば OK で、せっかくこのクリームチェックをしててツヤ感が綺麗なので、あまりねここを押さえちゃうともったいないかなと思うので、ここは軽く押さえてあげるだけで OK です。で、あとは、これが、ハイライト。ハイライトは、MAC のソフトアンドジェントル。見なくてもわからないのに、
こう見てしまう。ホット&ジェントルをブラシにとってここね、頬の一番高いとこに見える乗せてあげます。反対側も一緒で、私はお鼻にハイライトを乗せるのが大好きなんで、ここに乗せると動画撮るときにすんごい綺麗に見えるの。ほらね、ここら辺ツルンツルンって見えるでしょ。皆さんいつも肌が綺麗って言ってくださってるんですけども、このハイライトのおかげなんです。はい、ここに乗せる。あとはあご先にもちょっと乗せてあげて、余ったらここにも乗せる。そうするとどっからどう見てもチャンチャンツルンツルンなお肌です。写真よく撮られる方ぜひやってみてください。はい、でリップです。リップは基本的に私ティント系がもう最近多いです。あんまりこうガッツリしたカラーのリップを塗らなくて、はい、でリップ持ってくるの忘れてしまったのでちょっと持ってきたいと思います。はい、お待たせいたしました。リップは本当にティント系が多くて、今日はちょっとピンク系のね、チークなので合わせて使うとしたら、多分ロレアルのこのユイルカレスとか、あと資生堂のこのマキアージュ、ウォータリールージュとかも結構好きだし、あの安定のこのサンローランも好きなので、まあ、ここら辺をよく使いますが、今日は、どうしよう、動画でも使ったことない。これを使ってみようか。これを、RD445 番です。これを、あれ、鏡閉じてた。唇の内側に、ブッとか言っちゃった。やってムニムニさせます。これを何回も繰り返します。これめんどくさいよね。はい、以上で完成です。いかがでしたでしょうか。すごく久々のメイクアップチュートリアルを撮ったので、緊張しながらあわあわしながらやっていたんですけれども、まあ、こんな感じが私の普段のメイクになります。基本的にもう手順はこんな感じで、あとはちょっとアイテムを変えたりするぐらいです。はい、もう定番のメイクになっております。またね、こうゆっくりおいおい他のメイクとかもチュートリアルできたらいいなと思ってるので、それはそれで楽しみにお待ちください。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバイ。